セバラ・ナザルハンは、ウズベキスタンのシンガーソングライターであり、音楽家である。彼女の音楽スタイルには、ウズベキスタンの伝統音楽、現代音楽が取り込まれている。ナザルハンは、世界的な名声を手にしており、アフロケルトサウンドシステムなど、国際的に有名なアーティストとのコラボレーションも、行っている。2004年、ナザルハンは、イギリスの BBC が発表する。 BBC ラジオ3アワードフォアワールドミュージックにおいて最優秀アジアアーティスト賞を受賞した。ナザルハンは1978年にウズベクソビエット社会主義共和国のアンディジャンにて音楽家の一員として生まれた。彼女の父は国営ラジオ委員会の編集者を務めていた。母親は音楽学校にてウズベキスタンの伝統楽器の演奏方法を指導していた。 ナザルハンは国営テレビやラジオ放送において合奏団の一員、トゥタール奏者として音楽キャリアを始めることとなった。中学校を卒業すると彼女はウズベキスタン国立音楽院に入学した。ナザルハンは2000年に自身のソロキャリアを開始した。2003年、彼女はイギリスのレコードレーベル、リアルワールドレコードから後に大きな評価を得るアルバム、 ユルブルシンをリリースした。このアルバムはフランスの音楽プロデューサー、エクトロ・ザ・ズーとの共同制作により生まれた。アルバムリリース後、彼女はヨーロッパとアジアの広範囲にわたるミュージックツアーを行った。彼女はピーター・ガブリエルのツアー、グローイング・アップ・ツアー2004においてもサポートメンバーとして帯同している。同年、ナザル・ハンはイギリスの BBC が発表する。 BBC ラジオんアワードフォアワールドミュージックにおいて最優秀アジアアーティスト賞を受賞した。2004年、セバラは民族音楽の作品集であるグザルデマという限定版のアルバムをリリースした。2007年、リアルワールドレコーズは彼女の3枚目のアルバム線をリリースした。このアルバムに収録されている音楽のほとんどはセバラ自身が作曲したものである。 彼女はこのアルバム制作にあたり、ブルーノ・エリンガムとビクター・ソログーブという二人の音楽プロデューサーを迎えた。2009年、セバラはロシア語でという曲をリリース CIS 諸国で大きな評価を得た。セバラが2011年に発表したアルバムタルタドゥルはウズベキスタンの伝統音楽。 古典音楽の作品集であり、アメリカ合衆国で彼女自身のレコードレーベル、セバラミュージックから10月11日に発売された。セバラは生のレコードセッションのため民族楽器演奏者を招待した。このアルバムはオンライン上では扱われていない。セバラ・ナザルハンが他のアーティストと共演した作品の一覧。ピースソングアルバム、ララバイズ・フロム・ザ・アクシズ・オブ・エビルより、 In your eyes, Peter Gabriel, Growing Up Live DVD My Secret Breeze, アフロセルトサウンドシステム From the アルバム Volume 5, アナターミックエブリシングコムズフロムユー Peter Gabriel のアルバムビッグブルーボールより、ありがとうございます。